1960から1961シーズンの NBA は NBA の15回目のシーズンである。シーズンは1960年10月19日に始まり、1961年4月11日に全日程が終了した。エルジン・ベイラー、ウィルト・チェンバレンと、個性豊かな選手が続々と NBA 入りし、そして1960年代最初のドラフトでは、 ビッグネーム二人が同時に指名を受けた。オスカー・ロバートソンとジェリー・ウェストである。二人ともローマ五輪の金メダリストでもあった。ロバートソンは全体一位指名でシンシナティ・ロイアルズに入団。ウェストは二位指名でミネアポリス・レイカーズに入団した。またダラ・ール・イムホフ、リー・シェイファー、レニー・ウィルケンズも指名を受けている。1969から70シーズン以前は アベレージよりも通算で、スタッツリーダーが決められていた。1960年代に入り、NBA は新たな主役たちが揃いつつあった。NBA 最初期に活躍したジョージ・マイカンやジョー、ファルクス、ニール・ジョンストンらの姿は、すでになく、リーグのトップを支配するのは1950年代後半に NBA 入りした選手がほとんどだった。 NBA2 年目のウィルト・チェンバー・レーンは37.4得点27.2リバウンドの成績で、スタッツリーダーの3冠を達成。FG 成功率は NBA 初の50%超えとなり、そのオフェンス力は並ぶものがない存在となった。1956年に NBA 入りしたビル・ラッセルは、自身2度目の MVP を受賞。 そしてこの年に NBA 入りしたルーキーもリーグに旋風を巻き起こした。オスカー・ロバートソンは前々期のエルジン・ベーラー、前期のチェンバレンに引き続き、ルーキーながらオールスターの MVP を獲得。さらに8年もの間その座に君臨し続けたボブ・クージーからアシスト王の座を奪取した。ルーキーイヤーは30.5得点9.7アシストと、 前期のチェンバレンにマッサルとも劣らない成績を記録した。強力な新人たちが次々と NBA に新風を吹き込む中で、ファイナルは2年連続で同じカードが実現。ボストンセルティックス対セントルイスホークス、当時最大のライバル同士だった両チームのファイナルでの対決は、この5年間で4度目のことだった。ファイナルの舞台で数々の名勝負を繰り広げた両チーム最後の対決は、 過去最短で決着した。大坂エリザキを狙うホークスはシーズン前にヘッドコーチを交代させ、レニー・ウィルケンズなどの新戦力を加えていたが、それでも3連覇を狙うセルティックスの厚い壁を破ることはできなかった。ホークスはこのシーズンを最後に2008年現在までファイナルに進出していない。ありがとうございます。